나중에 이런 놈들이랑 싸워야 돼? 대박. オセロットだ。ビッグボス。そう、俺だ。ある男から依頼があった。二つだ。まずはあんたを病院から救い出す。次に、その男を助けに行くことだ。覚えているか？9年前のあんたの相棒、カズヒラ・ミラーだ。9年前、あんたたちの軍隊はサイファーに襲われ、あんたも死んだことになってた。それも今日、奴らに見つかるまでだ。サイファーだけじゃない。世界中があんたを狙っている。あんたはミラーを救い、これからまたあんたらの部隊を作る。それしか生き残る道はない。まずはミラーを助ける。アフガニスタンだ。アフガニスタン。そうか、昏睡していたからな。4年前ソ連がアフガンに侵攻したんだ。イスラム教徒が抵抗し、それを西側が支援してる。ミラーは反政府ギリラの訓練中にソ連に捕まった。ソビエト第40軍、その兵力は十数万だ。ミラーを連れた部隊は昨日パキスタンとの国境地帯を出発。3日もあればソ連軍の駐屯地に着く。数日はそこで尋問され、その後はラーゲリかアフガンの砂漠に埋葬されるか。もって2週間だ。ミラーがやらなくてもいい仕事だった。それでも受けたのはあんたのためだ。어떻게다얄궂게도あれで行く。俺たちの船だ。딱깨어났어。 IWC がうるさくなって捕鯨船が安く手に入った。カシム港まで7日、陸路に3日。現地に入ってからは時間がない。それまでに新しい自分に慣れてくれ。捕まれ。